1970年の阪神タイガースでは、1970年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、村山実選手権人監督の1年目のシーズンである。前年2位になりながらも1年で辞任した後藤次ぐ前監督の後を受け、村山実が選手権監督に就任。村山新監督は就任後のドラフトで、上田二郎を1位で指名して、 江夏豊頼りの投手陣の強化を図った。打撃陣では、後藤前監督が辛抱強く起用した、田淵光一が2年目のジンクスを吹き飛ばすように、本塁打を量産し、また安藤元が打率2位になるなど、チーム打率は巨人をやや上回った。チームは5月まで巨人をマークするものの、黒い霧事件で、 カツラギた顔が逮捕され、エナツも禁慎処分になるなどの影響で戦力が低下。一時は4位に転落するものの、巨人の勢いが落ちた8月には3ゲーム差まで追い上げ、直接対決に勝てば、首位に立てるはずだった。しかし、8月26日の広島戦で、田淵が頭部に支球を受けて、残りのシーズンを棒に振り、エナツも心臓病で入院し等だの主力が、 戦線離脱するアクシデントに見舞われる。田淵離脱後の打線は、ウィリー・カークランド、フレッドバレンタインの両外国人が中心となって、田淵不在の打線をカバーしたが、終盤の巨人との直接対決を落としたのが響き、77勝を上げながらも、巨人の6連覇を許して2位に終わった。この年からユニフォームに、背中ネームが採用された。ありがとうございます。